他の半導体製造企業、AMD の元社長兼 CEO、CEO であり、エンジニアである。DEC に在籍中は、DECα21064、21264の共同設計者として、マイクロプロセッサの設計を行っており、1995年に AMD に移った後も、 K7 開発チームのエンジニアリングディレクターとして、アスロンの開発を統括した。その後、1999年に、同社コンピュテーションプロダクツグループ、エンジニアリングバイスプレジデント、2001年に、同グループバイスプレジデント、2002年度、グループシニアバイスプレジデント、2004年度、グループエグゼクティブバイスプレジデントと、AMD 製プロセッサの宣伝に飛び回る。 2005年に、同社マイクロプロセッサソリューションズセクター事業、部門社長兼 COO を経て、2006年に、同社の社長兼 COO、2008年7月からは、社長兼 COOCEO となる。その後、2011年1月に辞任するまで、CEO 職を務めた。前述の DECα、アスロンのみならず、DEC 時代には、 インテルとの共同開発による X86、バックス、組み込みプロセッサ等の設計、開発にも従事しており、経験豊富で優秀なプロセッサーアーキテクトである。その業績が認められ、2003年には、アメリカ合衆国の計算機科学分野の学会である、アクメより、モーリス・ウィルクス賞を受賞している。ありがとうございます。